エルズワース・ハンティントンは、アメリカ合衆国の地理学者、経済学者。20世紀初頭のイエール大学の地理学の教授を務め、環境決定論、経済成長論、経済地理学の研究で知られる。1917年に、アメリカ生態学会の会長。1923年に、アメリカ地理学会の会長。1934年から1938年に、 かけて、アメリカ有生学協会の理事長を務めた。地形輪廻で知られるウィリアム・モーリス・デビスの弟子である。ハーバード大学とイエール大学で地質学を収める。1897年から1901年にかけて、トルコのユーフラティス・カレッジで教弁を取り、1903年にラファエル・パンペリーと、1905年から1906年にバレットと共に、 中央アジアの探検に出かけた。その体験はトルキスタンでの探検とアジアの鼓動に綴られている。1907年からはイエール大学で地理学の授業を担当し、1915年まで続け、1917年からは同学の研究員として気候学と人文地理学の研究に主に時間を費やした。1920年になるとハンティントンの著書、 アジアの鼓動を読んで数学よりも地理学への興味が高まっていたリチャード・ハーツ・ホーンとの文通が始まり、ハーツ・ホーンにコロンビア大学、ペンシルベニア州立大学、シカゴ大学のいずれかで地理を専攻することを勧め、ハーツ・ホーンはシカゴ大学大学院に進んだ。この時、ハンティントンがイエール大学に来ることを勧めなかったのは1915年にイエール大学が 地理学科を閉鎖し、地理学の教授がハンティントン・カズトになったためである。1909年、ハンティントンはパレスチナへのイエール大学の探検隊を率いた。これは彼の研究課題であった地質構造、地形形成、現在と過去の気候が人類の進歩と歴史を規定する着実なプロセスといかなる物理的環境下においても、 ほとんど起こり得ない思想システムの発達における無数の部分がこのようにして展開されることを証明すること、すなわち環境決定論の確証をつかむことを目的としていた。1941年よりハンティントンはサイクル研究財団の創立時の委員となった。環境決定論で知られるハンティントンではあるが、晩年には気候変動は 文明の工房の一条件に過ぎないと述べている。カリフォルニア州ミルスプリングで木の年輪を研究するハンティントン。ありがとうございます。